まあ、撮るのは撮ってるけど、これ大丈夫か、本当にいくらなんでも見どころがなさすぎないか、大丈夫かな、ここは宿泊4000円、安いね、民宿ですね、で食事どころも兼ねてるんだ、ここか、こっちでいいんだ、あそこはなんでフランス国旗なんだろうと思ったら、あれかバーバー床屋さんなんだね、渡らせてもらう、ああそういうことですね、ああすごいですね、応援オフィス用品教材贈答、なかなかすごい取り揃え方ですね、あ、フリーな今日、あら暑いな、暑いな、今ちょうど日差しがうまいこと雲と雲の切れ間から、出てますからね、結構雲多いんですけどね今日は、こだわり丼ぶり福祉センター買って、どんぶり屋さん、天丼買ってたね、あ、結構お客さん入ってるわ、多分地元の方には大、ね、大変人気のある感じなんでしょうね、ああいうとこ気になりますよね、まあ、車で移動するのがやっぱメインで、ペアの感じですね。で、牛トラね。ウガタの牛トラと。あれね、なかなか地図だと分かりにくいですけどね、高低差がね、やっぱ激しいのよね、この辺り。よいしょ。あれ、これ、待って、取り合いや。トラック。あ、ここは自動車学校なんだ、で、あそこに見えるのが大型のイオンか、イオン島店でしたっけ、昔からあるイオンですね、まあ、この辺りの教習所はあれでしょうね、坂道発進は鍛えられるでしょうね、名古屋だとね、東山の、自動車学校に入るとね、あの山道が多いんで坂道発進でね、苦労するなんて話がありますけど、他のところだと比較的平地が多いですからね、愛知名古屋尾張の方は、こんな三元豚を引き出す、これね、なかなか濃いね、なかなか濃いね、これはあ、700m 結構まだあるね、でどこまで行きゃいいんだこれ、よいしょ、これもまだまっすぐか、ああ火がかけるとほんと一気に涼しいんだけどな、火が照ると暑いね、ここを右に曲がるの、右、右とはなんか直左右の関係も来りますね、
ここはファミマやね。ここは昔からファミマやね。この辺りはあのマルケがねファミマに変わったところが多いですけど、ここは昔からな感じだな。で右に曲がって、ああ本当だ、橋戸島方面ってなってるね。うん、これが裏地の、裏地の、裏地のって聞くとあのシダ植物の裏地のを思い浮かべますけどね、あれは裏がね、白いソーラス部分がね、ソーラスのつく部分の方が白いくなるんでね。まあまあでも裏地のはお正月とかに使われますもんね。比較的メジャーな知らせ植物ですよね。これでまた線路を渡ってよいしょ、さすがにもう島風は行っちゃったかな、はあ、ねえこの感じ、いいですけどね、ここ島風が通ってくる姿ってのもいいですけどね。でこれが裏城橋、平成元年ですね。あ、こんなところなんか子供が遊んでる広場がある。あ、結構広い。なんだ、あ、駐車場も広いし、これがアグアリーナ、これか、結構広場もあったりして広いんだ。でかいし、まあ、この作りはアリーナっぽいよな。あ、書いてある書いてある、アリーナですわ。でアリーナの奥がまあね、ちょっと奥さんとか遊んどるあれやけど、うん、こんな感じで広場になっとって、子供が遊ぶようなねスペースになっとっていいですね。自然を生かしてちょっと丘になってる感じになってるんですね。まあこういうところですね、そうすると子供の足腰が鍛えられていいですよね。さあ着きましたね、アゴアリーナ。いやいやいや、無事着いた。こんな感じでね、まあ、今日は特に催し事をやってない感じなのかな。ね、こっちは全然というか人がいませんけど、あっちの公園の方がね、盛況になってるんで、で結構車もわーわー入ってきてる感じですね。こんな感じのね施設ですよと。ね、どっちかというとふるさと公園の方が確かにこう看板もでかいですもんね。よしよし、順調に来ましたね。でこっから、島新名でしたっけ、新名駅まで歩いてみましょうか。